うっと落ちました。谷口のシュート最初は落ちました。長谷川運びます。おっと、わあ、カウントですね。カウント比江島が取られましたね今ね、長谷川、長谷川4兄弟の一番下です。決まりました。長谷川、長谷川の木の中に入れます。あーっと、ちょっとボールが手にしません。そうですね、比江島、この比江島もここまでは71点取ってきました。この9番の比江島と10番の谷も面白いですね。まあ、U18 でやってると思いますからね、はいはい、これね、お互いのプレーをよく知っています。長谷川フォロー、これね、セカンドチャンスのリバウンド、はい、ここはやっぱりあの日本の高橋健太郎君にやられたことがね、下がる要因なんでしょうね、あれね。なるほど、はい、スリーを打ってきました。長谷川精神的に強いですね、やっぱり。もちろんそれとね、またね、落ち着いてるんですよね、この辺がね、落ち着いてますよね、はい、相手をよく見て、残り時間と点差を考えてするのは難しい時間帯になりました。もう決勝進出はまず間違いない状況になりました。しかし諦めずに能代工業